クリス・ジルカはアメリカ合衆国の俳優、モデルである。本名はクリス・セトルマヤーであるが、芸名は母親の旧姓であるジルカを使っている。2008年に9万2 1 2ゲスト出演して俳優キャリアが始まる。その後もシークレットアイドルハンナモンタナ・クーガータウンにゲスト出演する。2009年にはやった相手が多すぎて、で映画初出演を果たす。 2011年から放送開始のザ・シークレット・サークルではレギュラーキャラクターのジェイクを演じている。2012年公開のアメージング・スパイダーマンではフラッシュ・トンプ・ソン役で出演した。バディトブによる2011年のセクシーなテレビ男優では90位に選ばれた。プライベートでは2014年4月26日にモデルで ファッションデザイナーのハンナベスマージョスと婚約したが、2015年3月頃、婚約を解消。ジルカはツイッターで原因は、ハンナの浮気であることを示唆。2017年末に、パリス・ヒルトンと婚約。ありがとうございます。